各位朋友大家好，我是萧峰啊。皆さんこんにちは。京子っていう楽器ご存知でしょうか？京都の京に二個の子ですね。これは京劇に使われる、楽器で、二個より小ぶりでこんぐらいですかね。竹でできてるんですよ。京劇ある時から京子があるので、歴史もかなりあります。そして日本の歌舞伎と同じように、いわゆる大衆文化。大衆。この大衆じゃなくてね、大衆文化。なので、広く愛されている楽器ではあるんですよね。大家知道金壶吗？金壶就是在京剧上为京剧伴奏的那个，是吧？乐器，主要乐器啊。这个金壶啊，一般也就这么大吧，好像是吧？不长，用竹子做的小桶。听那种声哈，像人唱歌似的哈，嗯，京剧嘛，是吧？唱腔的。这京剧在中国有多少年历史，我不太知道啊。听说是从昆剧演变过来的，所以有了京剧以后，肯定就有了京胡了。所以京胡在中国的历史上也很长。で、僕の父親の会社というか楽団に80年代に入団された若者、当時ですよ。20代の若者がいましてね。その中に二胡奏者が2人と、京子、いや、高校の奏者1人。もう本当に当時、もうなんていうの？天才音楽家たちっていうふうに見られていた方々ですね。私がまだ中学生、中学1年生ぐらいだったかな。親父が毎日なんか、ニヤ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 なんかしてるから、ね、楽団に若い子が来たよって、みんな上手だよって、いうのは覚えてます。在80年代初期我记得，那我是上初中的时候，好像是我爸他们团啊，就是东方歌舞团来了三位新团员，都是20多岁啊，两位呢二胡演奏家，一位呢就是板胡演奏家，他也会拉京胡，也会拉高胡，可能还会拉别的胡，那还当然二胡也会拉了啊。可能会拉别的活，但是我不知道而已啊。当时我爸就每天都挺高兴的，天天乐呵呵的那种走来走去的哈。我就问他说：“您怎么那么高兴？有什么好事啊？”他说：“团里来了好几个那个年轻人，很棒，业务很棒。”后来见到其中的三位哈，也不是其中三位，就是他就说这三位，两把二胡，一把板胡嘛。都见到他们，觉得都是大哥哥，都是大哥哥啊。那会儿我爸当队长，那个直接管着这几个人，年轻人啊，呵呵，所以他们也对我挺好的。で、まあ当時ね、父が楽団の隊長、音楽隊の隊長をね、やってて、直接その三人のね、新入りの団員の上司になるわけですから、いろいろ、よくうちにね、来て、いろいろ話をしたりとか、してるのを見て、とてもいいお兄さんたちだなって思いました。で、今となって、もう50年近く経っているんですよね。40年か。40年以上は経ちますよね。そう。依然として舞台で活躍している奏者が
もう一人しかいないんですね。他のそのバンコの奏者だけなんですよ。ね。他の2名はあんまり舞台に上がらなくなりましたね。そう。今日はそのバンコ奏者の兄さんをご紹介します。至今为止依然在舞台上活跃的，只可以说只剩下了那位板胡的演奏家。啊，他的名字叫季节，季节，你没听错，是春夏秋冬那个季节的季节。他姓季，名字叫节。ね、今日はその方をご紹介します。他その名前は季節と言います。そう、季節です。春夏秋冬の季節さんですね。ではご覧ください。一首《夜深沉》。
这个乐器啊朋友们我估计你们一定没はいいかがでしたかね京子曲は夜が夜深沉だから夜が深くなんとか夜更けっていうのかなあんまり日本語上手じゃないので言えないんですけどそう京劇の曲目ですよね名場面であるらしいんですけど、何を描いてるかわかんないですけど。うん。演奏曲目是夜深沉啊。名曲啊。京剧名曲。夜深沉。前半部是比较沉稳的、悠扬的啊。后半部是快板。最后一个高潮。是吧真不错。听着爽。是吧前半が緩やかでのんびりっていうかね、ゆっくりした部分で、後半からこうリズミカルになってて、駆け上がっていって、クライマックスを迎えるっていう、そういう展開ですね。聞いてて本当に気持ちがいい。さっぱりっていうかね、うん。すっきりっていうか、うん。そんな気持ちになりますね。はい。明日の朝、早くから NHK の、大河ドラマの収録があるので、6時50分渋谷集合なんですよ。8個前。6時50分だと、ここから行くには5時前に出なきゃいけないから、そう、明日の朝アップするのを今日にします。明天早上、明天就去给那 NHK 拍那个大河电视剧了。早上6点50在涉谷集合。6点50要到那儿的话我这儿就得5点就得出门最起码5点以前就得走了所以明天早上起来来不及发视频了请大家多多原谅今天就早发一点、嗯、祝大家有一个美好的一天それではどちら様も良い一日をお過ごしください、さようならごきげんよう再见